橋渡り。誰にも喋ったことないんですけどね。王さんはそう言うと、ゆっくり話し始めた。小学校の頃、王さんが学校に遅刻したことがあった。その理由を結局王さんは、先生にもご両親にも話さなかったのだという。子供心に、何か変だ、と思っていたからだ。変だと気づいてしまった王さんは、怖くて先生にも両親にも話せなかったのだ。ランドセルを背負った王さんは、普段通りに家を出て、学校へ向かった。周りには、同じ学校に行く生徒が何人もいるはずの時間にもかかわらず、その日に限って誰もいない。周りに知ってる子供がいないんですよ。そしたら、今日はお休みかな？って思うじゃないですか。不安になりながら通学路を歩いていると、こっちだよ、と声がした。そちらを見ると、自分と同じくらいの少年がいて、おいでおいでをしている。記憶にない子供だったが、今まで誰もいない道を歩いてきた王さんは、ちょっと安堵した。え、何？こっちにみんな集まってるんだよ、知らないの？知らないよ。なんだ、早くおいでよ。そう言うと、通学路の道から路地に入っていく。普段から寄り道などはしない王さんは、不安になりながら、少年の後をついていった。角をいくつか曲がると、普段見たことのないドブ川に出た。道はそこで終わっていた。ドブ川は、大人が両手を広げたくらいの幅で、おおよそ1メートル沖に、コンクリでできた橋のようなものが渡されていた。少年はそのコンクリに乗り、ここから行くんだよ。と言うと、次のコンクリに飛び移った。できないよ。王さんがぐずっていると、大丈夫。ほら。少年が、何度も2本のコンクリの間を往復して、手本を見せる。王さんはそれを見て、最初のコンクリに立ち、次のコンクリに飛び移った。できたできた。少年は王さんに向かって言うと、次のコンクリに飛び移った。王さんは、それについていく。いくつコンクリを渡っただろうか。王さんはすごく不安になった。どこにみんないるの？もうすぐだよ。もう学校始まっちゃう。もうすぐ着くよ。少年が、トントントンと、連続して飛んだ。あ、待って。そして王さんは、次のコンクリを踏み外した。踏み外した途端、もうダメだ、と思った。しかし衝撃があったが、水の感触がない。目を開けると、あまり見覚えのない場所だった。え？見回してみると、それは学校の裏にある貯水池だった。先生や両親に、近寄ってはいけないと、普段から言われていた貯水池のすぐ横で、王さんは転んでいたのだ。王さんは、泣きながら学校へ駆け込んだ。もう学校は始まっていた。遅刻だった。先生は目を丸くして驚いたが、遅刻の理由を何度尋ねられても、王さんは言わなかった。あの時踏み外さなかったら、私はここにいなかったんでしょうね。王さんにとって一番怖かったのは、踏み外した瞬間に、少年がものすごい怒りの形相を、
浮かべていたことだという。科学的な説明。我が家にあった一枚の古い白黒写真。昔の我が家の庭を背景に、三人の人物が写っている写真で、当時、ここの祖父を迎えた私の曾祖母を真ん中に、その両脇に、私の祖父と祖母が立っている。祖父と祖母は、にっこりと笑顔で写っているが、なぜか真ん中の曾祖母の首から上が、ぼやけていて写っていない。という、なんとも不気味な写真。お寺に持っていくべきでは、との話にもなったらしいが、こんな写真を寺に持って行ったら、近所に悪い噂が広まるとかで、そのまま特に誰に見せるともなしに、曾祖母と祖父が亡くなった後も、祖母が保管していた。何重にも封がしてあり、祖母にとって、相当不気味なものだったんだろう。その祖母が亡くなったことをきっかけに、この写真を専門家である写真屋さんに見てもらうことにした。写真屋のご主人は、ああ、これ全然怖がる必要ないですよ。と言って、ニコニコしながら説明してくれた。よくよく見ると、この頭が消えてる部分のぼやけは、横に伸びてるでしょ？ちょうどこの目の高さのところ、うっすらと黒い筋が、左右に伸びてるでしょ？これ、写真を撮るとき、思いっきり頭を高速で横に振っていて、それでブレてるだけですね。まあ、比較的ブレに強くなった頃の白黒みたいですけど、でもやっぱこんな風に早く振ると、ブレちゃうんですよ。と、写真屋さんは思いっきり首を左右に振った。確かに目を凝らしてよくよく見てみると、うっすらと左右に伸びた、曾祖母の目が確認できる。いやいやいや、当時90歳の曾祖母が、高速で頭を横に振っていたなんてことがありえるだろうか。もしそうだったとしても、撮影した時、撮影者や両脇の祖父祖母は気にならなかったのか？一体どういう状況で撮ったんだよ。ということで、その写真はお寺に引き取ってもらうことにしました。娘の人形。止めにしてすっきりした、ドキュンなこと。止めは昔、小学生の娘を病気で亡くしている。生きていれば私と同い年であることもあってか、やたらと私のすることが気に障るようで。どんな風に育ったのかしら？私の娘ならもっと、自分の趣味なんて主婦になったのにおかしい。みたいな感じで、ちまちま嫌味を言ってくる。でも、ものすごく悪い人でもないことはわかっていて、ぽろっと口に出した後で、しまった。という顔をする。無意識に、私と死んだ娘を比較してしまうようで、私の存在が気に障るようだった。そんなとめが密かに大切にしているものは、亡くなった娘の遺品の人形。とめの娘さんが、入院してからずっと大事にしていた、という曰くもので、娘さんが亡くなって3年ぐらい、とめが精神を少し病んでいたとき、毎日肌身離さず持ち歩いていた人形だった。子供が遊び倒し、その後とめが持ち歩いたものなので、はっきり言ってボロ。髪はぐちゃぐちゃ、目は少し薄くなってて、全体的に白っぽくなってる。
体や顔も、染みついた手垢で汚く、はっきり言って気持ち悪いし、表情も暗い。とめも気にはなっているみたいで、石鹸で洗ったり、髪を櫛で溶かしたりしてたけど、ボロいものはボロいんだ。着てるものもボロだし、本当に気持ち悪いんだよ。でも、どうやらその人形は、トメの中では娘の身代わりのようなものらしく、その汚い人形を出して、孫に、〇〇ちゃんよ、仲良くしてね、と持ってきて、怖い、と泣かせたりしていた。孫に泣かれて切れるトメを、ウトと旦那が締めてくれたが、トメはふふくらしく、その後も私や孫にぐちぐち文句を言っていた。今までずっと我慢してたんだけど、もういい加減うんざりしてきたので、トメとウトが3泊4日の旅行に行った際、トメが大切にしていた人形を、見る影もない状態にしてやった。ああ、すっきり。帰ってきて、人形を見たトメ、ゼック。人形を手に取って、ワンワン泣き始めた。旦那が、嫁子がやったんだよ、と言うと、トメ涙目で、ありがとう、ごめんなさい嫁子さん。と、ははは、参ったか。実は私、趣味の一つでドールカスタムをしている。長くやっているので、自分で言うのもなんだが、かなりうまい。モテる技術を駆使して、ボロッコを再生してみたのだ。髪はよく似た色のサランを買ってきて植毛。体と顔の汚れを取って、剥げかけた人形の瞳のプリントをリペイント。白っぽくなった顔は、ほんのりパステルでオーバーメイク。仕上げは当時のアルバムを参考に、亡くなった娘さんが気に入って着ていた服を、ドールサイズで作って着せてみた。自分が人形好きだから、汚い状態の人形が、ずっと気になってたんだよね。頑張ったかやって、見違えるほど綺麗になった人形は、前の暗い表情ではなく、明るく笑っているように見えた。トメはすごく喜んでいて、実はずっと人形がボロになっていたのを気にしていたけど、どうしていいか、わからなかったらしい。人形が汚くなって、娘が古くなっていくようで、私が来たことも、孫ができたことも嬉しかったけど、どんどん亡くなった娘が、みんなに忘れられていくようで悲しかったこと。私と娘に微妙に似ているところがあって、それで余計辛くて、意地悪をしてしまっていたこと。本当は、八つ当たりだとわかっていたので謝りたかったけど、顔を見ると、どうしても苛立ってしょうがなかったことなどを、泣きながら話してくれた。私も、トメが心の中で抱えていたことを聞いて、少しもらい泣きしてしまった。それ以来、趣味も技術があれば、無駄なものじゃないみたいな感じで文句を言わなくなったし、遊びに行くと、大喜びという感じではないけど、さりげなく、私の好きなお菓子が買ってあったり、ぎこちないけど、歩み寄ろうとしてくれているのが見えるようになった。この前言ったら、人形が百均の椅子に座ってて、同じく百均のミニベア抱いてた。そして、トメがこそっと、嫁子さん、この子の服、嫁子さんの手作りですってね。それで私も娘に作ってみたいんだけど、と言ってきたので、今度型紙の載った本を貸す予定。多分、こうやって少しずつ仲良くなっていくんだろうな。まあ、結果オーライですが、
勝手に止めの大切なものを持ち出したところが、ドキュンということで。そして一つ、不思議なことがありました。綺麗にした人形を止めに見せた後で、夢を見たんです。おかっぱの白いワンピースの女の子が出てきて、何か私にごにょごにょ言っているのです。よく聞こえませんでしたが、ありがとう。ほっとした、というようなことを言っていました。最後に、白いワンピースの左右の裾を両手でつまんで、頭をペコッと下げる、お姫様がするようなお辞儀をして、女の子は消えていきました。夢から覚めた私は、亡くなった乙女の娘さんの写真をアルバムで見ていたので、すぐにあれが乙女の娘さんだと気がつきましたが、霊感ゼロな私は、ああ、影響されてるわ。あんな夢なんか見ちゃって、あはは、と、軽く笑っていました。この前、その夢を思い出して乙女に話したところ、なぜか乙女が硬直。その場で泣き崩れてしまいました。聞くと亡くなった娘さんは、当時小学2年生。人形遊びの、特にお姫様遊びが大好きで、自分もお姫様になりきって、嬉しいことがあったり、お礼を言うとき、スカートの両端をつまんで頭を下げる、お姫様みたいなお辞儀をしていたのだそうです。あの子は、ずっと心配してくれていたんだねー。と、乙女が言うのを聞いて、霊感ゼロの私も、さすがに今回のことは、何か関係あるのかも、と思いました。アヒル。ある小学校の横で、道路の端を、アヒルがひょこひょこ歩いているのを見つけた。どうも、その学校の飼育小屋から逃げ出したらしい。そのアヒルは、ある地点で立ち止まると、おもむろに、学校の金網フェンスに向かってジャンプした。と、次の瞬間、なんとそのアヒルがフェンスをすり抜けて、向こう側にいた。飛び越えたのではない。フェンスの高さは2メートルくらいあったんだが、アヒルはその上じゃなく、明らかにフェンスの真ん中あたりめがけて、ジャンプしたように見えた。びっくりして調べてみたけど、フェンスのどこにも穴や裂け目はなし。もう完全に、ポカーンな状態でした。そんな不思議なアヒルを目撃してから、数日が経ったある日、再びその小学校の近くを通ったら、またアヒルが歩いてるのに出くわした。もしかしたら、また壁抜けが見れるかも、と、ドキドキしながら観察することにした。再び前と同じような位置まで来て、アヒルがジャンプ。ところが、今回はすり抜けることもなく、見事にフェンスに頭がはまり、悲鳴を上げながら大暴れ。慌てて近寄って、フェンスから引っ張り出して、助けてあげました、わら。その日は調子が悪くて、ワープに失敗したのか、それとも単に、最初のは見間違いだったのかはわからんが、未だに思い出すと、思わず笑ってしまう。